外ではリンゴ売り、声を枯らしてリンゴ売り、きっと誰かがふざけてリンゴ売りの真似をしているだけなんだろう。僕のテレビは寒さで画期的な色になり、とても見にくいあの子をぐっと魅力的な子にしてすぐ消えた。今年の寒さは記録的なものを凍えてしまうよ。誰か湯引きにしようよ、僕と湯引きにしようよ、軽い嘘でもいいから、今日は一日張り詰めた気持ちでいて、小指が僕に絡んで動きが取れなくなれば、みんな笑ってくれるし、僕もそんなに悪い気はしないはずだよ。頑張ってるんじゃないのか。